メグライアントジェフリー・スコール2007年ジェフリー・スコールはカナダの社会起業家映画プロデューサーケベック州モントリオールに生まれ13歳の時にオンタリオ州トロントに移住する読書家であったスコールはオレダス、ハクスリーやアインランドといった作家に啓発され世界の問題に取り組む本を執筆する作家を志した14歳の時に 父親がガンと診断され、スコールは父親と人生で計画したすべてを実行する時間がないことをどれほど後悔するかを議論するようになった。1987年にトロント大学を卒業後、トロントでコンピュータ関連企業を2社設立。1993年にカナダを去り、1995年に スタンフォード大学経営大学院で経営学習志望を取得した。卒業後は新聞社ナイトリッターに就職した。1996年にイベの創設者ピエール・オミダイアと会い、スコールはイベの初代社長に就任する。1998年に戦略的計画、分析担当バイスプレジデントに就任。同年9月の株式公開で巨万の富を得るが、スコールは 株式公開前に100万ドルの株式を寄付して、イベ財団を創設した。2000年に、腰痛のためイベの経営から身を退いたが、現在もイベの第二位の大株主である。社会起業家の援助や、事前活動にも、積極的に参加しており、1999年に、社会起業家を支援する、スコール財団を設立した。2003年、 オックスフォード大学サイードビジネススクール内に社会起業家精神を研究するスコールセンターフォーソーシャルアントレプレナーシップを設置したパレスチナでマハトマガンディの非暴力平和抵抗精神を広めるザ・ガンディープロジェクトにも出資している2004年スコールは社会性の強い映画を制作する映画スタジオパーティシパントプロダクションズを設立した2006年にシリアナ グッドナイトグッドラックスタンドアップマーダーボールが第78回アカデミー賞において計11部門ノミネート。2007年には不都合な真実が第79回アカデミー賞において長編ドキュメンタリー映画賞アカデミー一家局賞を受賞した。ありがとうございます。